可愛いルームはいつからなんだろう。もうバレンタインか。こんばんは。ああ、降ってる降ってる。可愛い。こんばんは。急いでなったかちょっとこんばんは。あ、まだ温まってないんだ。触れますじゃん。こんばんは。こんばんは。みんが19時をお知らせします。こんばんは。はい、あ、ここ行っちゃった。ちょっと顔見えなくなって、この辺かな。はい、ということでですね、はい、ですね、今日はかき氷パーティーをしようと思ったんですよ。シチューフォーティーとの七並べのナナちゃんで電動かき氷機をもらって、それが届いたそうなんですけど、今日受け取れなくって、明日かな、明日受け取れるかな。なので、そう、今日受け取れるかなと思ったんだけど受け取れなくって、でもなんかしたいなと思って今日はたこ焼きパーティーです。イエーイ。たこパ、意外と10分ぐらいで準備しちゃった感じです。ちょうどタコが4割引きだったんですよ。だからタコパーしようかと。あ、ちなみにこのタコは生食用の方です。ちゃんとお刺身として売ってたので、もう食べられますタコなんで、ちょっと焼いてる間に食べたいと思います。まずオン、まだオンしてなかったんですよ。ちょっとオンします。あとは、そう、なんで、うちね、油敷くやつがねなくってね、キッチンペーパーがをちょうど切らしちゃってて、それにさっき気がついたので、ちょっとティッシュでやっちゃいたいと思います。タコタコ、たこ焼きは、あ、かわいい、かわいい、それは、うん、バレンタインか、なになに、もうちょっと近くで見たいけど、ちょっとなっけ、やけどしないように気をつけます。やけど、あ、ちょっとあったまってきた、ちょっとあったまってきた、ちょっとあったまってきた。かわいい。なんか遠くで見たら、なんか、ハートの馬車かと思ったら、
キー3つなんだ。なんかハート、なんかかぼちゃの馬車みたいな感じのテンションでハートの馬車かと思ったらクッキーだった。確かに降ってきてるクッキーだもんね。おい、あとなんかさっきのもよもよもギフトなんですかね。ありがとうございます。って言ってるうちに結構もうこれすぐ温まるんですね。すぐ温まる。直ですみません。雑ですみません。雑でどうしよっかな。これなんかどうしたらいいんだろう。よいしょよいしょ。え、めっちゃ湯気出てる、めっちゃ湯気出てる、めっちゃ湯気出てるけど大丈夫かなこれ。え、なんかめっちゃ火傷しそう。私火傷しそうだなこれ。よいしょよいしょ。火傷してそう。ちょっとダメ。もう一枚、もう一枚。こういうことか、こういうことだ。気をつけます。安心してください。安心できないと思うけど、あ、なんかこの辺入れすぎちゃった、ちょっと入れすぎちゃった。よいしょよいしょよいしょ。あ、いい感じ、あ、いい感じ、とってもいい感じ。あ、いいいいいい。私ね、油多めのね、カリカリのタコの焼きの方が好きなんです。よいしょ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 。こんなとこかな、こういうとこ。あ、湯気が出てる。それではやりたいと思います。たこ焼きの、超いい音。あ、ちゃんと洗いましたって。タコを入れていきたいと思います。タコはちょっとね、ちっちゃめに切ってます。じゃん、ソーセージ買ったのでソーセージも入れちゃえ。切りすぎたかな。ソーセージ絶対こんなにいらなかった。そしてじゃん、これはもともとこっちにあるやつです。いや、これは美味しそう。天かすが入ってます。中に紅生姜とか買おうと思ったんだけど、青のりとかもなんかいっぱい買うとちょっとなんかお値段しちゃうからなんか自分しか食べないしいいやと思って天かすしか入れてない。いい感じいい感じ、超いい感じ、超いいよ。ちょっともうちょっと待とう。ってことで待ってる間にこのタコちゃんを食べたいと思います。あ、ちゃんと生で食べれるタコを買ってきたので安心してください。うーん、うーん、あ、めっちゃタコだった。なんかつければよかった、醤油とか。うーん、うーん、うーん、うん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 、タコタコしてる。ちなみにタコを茹でたら赤くなるじゃないですか。あれって
なんで赤くなるのかってまだ証明されてないんですよ。不思議。あ、タコ。ね。豆知識。宇宙人だから。確かに宇宙人だからかもしれないですね。もしかしたら。あとは妖怪のせいかも。妖怪のせいなのね。これ結構、あ、いい感じ。おー、見える見えるか。これ結構ね、すぐ焼けるんですよ。このたこ焼き器はね、ビンゴで当たってもらったやつなんです。あ、ひもちょっとだったな。だからね、5年前ぐらいにやってとかね、結構自粛中に一人でたこパすることが多くて、多かったです。はい。たこ焼き器って焼けるゾーンと焼けないゾーンがあって、難しいよね。ちょっと待ってね。落ちちゃった。神様、当たれる。うんうん、おいしい、おいしい。強いのかな、これ。割と。ああ、なんか、あまり綺麗に入れてない。2巡目がうまくできる説ないですか。なんか2巡目、
当はねこれ食べちゃダメなんだけどね。だけどまあお一人様なので。よしよし、これが好きなんですよ、これ。うんうん、うん、うん、おいしい。天かすいっぱい入れるとどうしても天かすが溢れちゃってここに溜まるんですよ。はははは、うん、おいしい、おいしい。うまくできない。久しぶりにやるからかな。なんかうまくできない。うまくできるゾーンとできないゾーン、めっちゃはっきり分かれるみたいな。あー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 、なんかちょっと違った。私の想像してるたこ焼きじゃない、これは。あ、でもいい感じかな。どうかな、どう。優しいなぁ、みんな。ありがとう。あ、いい感じ。このぐらい色がついたやつが好きかも。あ、いい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 いですね。あはは、いい感じ。あ、いい感じだ。嬉しい。いい感じだ。ちゃんと丸々してきた。
美味しいわ、これは絶対美味しいやつだ。嬉しい嬉しい。本当に最近たこ焼きが食べたすぎてたんですよ。たこ焼きがなぜか知らないけど美味しい。あ、いい感じに、これ、いいいいいい、責任取ろうとメールに送るので後で受け取ってください。あ、こんな時もできるかと。あ、いい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 わいいわ。いい、完成、完成しました。ちょっとずつ食べようっと。あー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 、具がない役はあります。このぐらいから食べよう。気持ちいい時間に完成しました。じゃん、たこ焼きです。いただきます。誰もいない。ルパド。とっても美味しい。
1000円出すの、それは嬉しい。今日のこの買い物で1000円ぐらいだった、全部一式。そのマヨネーズとかはうちにあったからそれ使って、たこ焼き粉と卵とソーセージとたこ1000円でお釣り来るぐらいだった。もう元取れちゃう、やったー。冷凍のたこ焼きもすごい好きなんだけど、出来たてが時々食べたくなっちゃうんだよね。いい、でもそう、まだたこ焼き粉5分の1しか使ってないから、あと5回食べられる、嬉しい。確かにたこ焼き、ネギめっちゃかけてるやつとか、メンタルコマヨネーズとか、チーズついてるのとか好き。チーズも持ってきました、一応。鰹節はね、家になかったんですよ。でもあったらかける派、青のりもあったらかけます。でもちょっとお家になかった、残念。よいしょ、たこたこたこ
うんうん、今日500系です。あったまるわ。あったまった。もう暖房はいらないです。でも明日寒くなるみたいですね。みんなちゃんとマフラーしていってくださいね、お仕事。うん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 、うん、おいしい。みんなでワイワイ食べるのももちろん楽しいけど、一人だと独り占めができるからいっぱい食べられる。嬉しい。もうなくなっちゃう、もうなくなっちゃうんです。もうあと半分分ぐらいしかない。ね、そう、食べ放題、たこ焼き食べ放題です。醤油いいね。うちね、意外とじゃないかも。うちね、醤油がないんですよ。毎回困るんだけど、毎回困るんですよ。で、私エリンギバターが好きだからもう5回ぐらいエリンギとバター買ってきて、エリンギバターして醤油かけてようと思って、うち醤油ないわっていうのが5回ぐらいあって、いい加減買えって話なんですけど、なぜかエリンギバターをしようと思ってエリンギとバターを買った時に醤油を忘れちゃうんだよね、買うの。しかもバターは家にバターあるのにバターまた買っちゃうみたいな感じで、バターは重複しちゃうのに醤油は忘れちゃう。だから今も結局ね、ないです、うちに。醤油ないんですよ。うん、ネットで、おー、今時ですね。ネットで、確かに。でもそれが確実かも、なんだかんだ言って。ネットで買ったら絶対忘れないよね。うん、ね、犬？犬？それは犬ですか？クッキーが馬車に見えちゃうぐらいだから犬か。へえ、それ2月のやつ？
バレンタインじゃなくて犬は。何気に2月入ってから初めてするか、今日配信をね。え、そっか、だから知らないのか。背景もねすごく可愛くなってて、いいですね。ありがとうございます。ありがたいですね。ちょっとあと2、3分休憩したらもう一回、もう一回って言っても半分ぐらいしかないんですけど、半分分ぐらいします。あ、メール届いてる、届いてる。あさってはお話し会です。朝、明日の明日の明日じゃない？話し帰って。あさっては9時だ。9時。11日は9時だ。で、その次の日がお話し帰りだ。ね。9時。あと9時の、そう、9時の後に、バレンタイン、みんな出る LINE ライブがあるみたいです。皆さん19時半だっけ、19時半だっけ。ぜひ。私もね何やるか知らないんですよ。多分皆さんとね同じタイミングで知った LINE ライブがあります。あ、15分からか。だそうです。19時15分からだそうです。え、じゃあ9時は何時からあるんだろうな。9時はさ、あれかな、ユニットでだっけ。また私は何時からそういうのない、そういうのなくって、前回みたいにユニット別で時間が、あ、私は13時。ありがとう全然そう、なんか意外と私の私のスケジュールみんなの方が知ってたりするかも、そういう細かいのありがとう。あ、そっか、前回は血液型で分かれてたんだ。今回は何個に分かれてるの。3つぐらい。今回は意味ないのかな、ユニットかな。あ、四国とマイカーか。おお。四国とマイカー。楽しみだな。まだ開催ができるかできないかは、まだ。あ、でも一応有観客でする予定ではいるのか。でもできないかもしれないよっていうやつなのか。だから一応、あ、え、当たった？当たった？え？有観客でやるんだっけ？その当落はもうあったんですか？はあったの。自分が行くか行かないかは、みんなは知ってるの。ミラクリア中止ね。それはツイッターで見ました。公演とかもね全部。でももともと9時って思い送りなかった気がする、前回も。あ、発表してあるのか。当落はもう発表してあるのか。えい、第2回戦。2回戦って言ってもね、そう、半分しかないんですけど、半分だけ。あ、猫？それは
猫、今月は犬と猫があるんですか。犬派猫派とかもあるかな、ま、あの山派海派みたいな感じのしゃぶしゃぶ派焼肉派みたいな感じで、犬派猫派っていつかありそうじゃない、なんかめっちゃありそう、めっちゃありそうじゃない。ね、しかも無料ギフトどっちももらえるからさ、こう猫派はみーちゃんとかさ、あかりんとかさ、猫好きな人に投げてってできるからいいよね。スティアどっちが多いんだろうな、犬派と猫派。意外と犬実家で飼ってるみたいな子多いし、意外と実家で猫飼ってるって子多い。どっちもなんだけどどっちもなんだけどね。お、あったかくなってきた。これやっぱり買ってこよう。この100均で売ってるよね、たこ焼きのさやつ。あれ半分でいいか、どれぐらいなんだろうな。半分、あ、でもこの方がよく焼けるかな。この辺でいいか、この辺だけ。あるよね、こういうやつ。もうあれって1回でダメになっちゃうんだよね、大体。めっちゃ湯気出てる、これ心配なぐらい湯気てる。ちょっとことちゃん焼けそう。あ、ことに、ここにことちゃんいるんです。ことこだ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 、ことちゃんいました。実はよしよし、めっちゃ湯気出てる。いい、大丈夫かな、なんかめっちゃ心配。あ、カップです、カップ。心配なぐらい湯気出てる。心配だな、ちょっと。よいしょ、私の読みは正しかった、超正しかった、超正しい。あ、でもそっち側だからあんまり見えないのかな。超正しかった、完璧。タコ2つか3つぐらい入れちゃえ。たこ焼きのタコってちっちゃい方が入れやすいから、ちっちゃく切っちゃうんだよね。だから2つとか入れれる。タコ入れた、明日もタコ食べよっかな。なんかたこ焼きってもうさ、タコ入ってなくていいよね。明日、これの残りで
ソーセージ使って。ソーセージタコパしようかな。いい感じです。いい感じに焼かれてます。毎日毎日風で7時なのか、4つ送ります。メールはね、そうソーセージ入れるのも好き。とってもラップして明日食べよう。ソーセージね。たこ焼きって2回目の方が絶対うまくできる。これちょっとね少ないから丸にならないかも。あ、ふくふくしてる。ちょっと怖い怖い。刺しとこう。なんか爆発しそう。怖い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 。ちょっと膨れてる膨れる。怖い怖い。ちょっとえい爆発しさえそうで怖いんだよね、この膨れるやつ。なんか膨れて美味しいんだろうけど爆発しちゃいそうで怖い。いい音。ソーセージ入れとこ。
怖い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 、ソーセージ入れられなかった。はいはい、あなたで終了。おいしい。うん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 。うん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 。うんうんうん。うんうんうん。おいしいおいしい。にはかき氷パーティーするので、よかったらまたお付き合いください。みんなのおかげでもらったかき氷、皆さんが忖度してくださったおかげと、あとは七並べの上位にしてくださったので、そもそもね、そもそも奈々ちゃんに出れたので、そのおかげでもらったかき氷器です。七並べの、はぁ、今七並べログインしてないね。今ログインするだけで、今ログインするだけでカードが、私いつあれ、なんか毎日一人一枚ずつ毎日、ちょっと待って、今開いてるから、ちょっと今説明したい、ありがとう説明も。あ、予告だからまだか。あ、よかったー。明日からだ。よかったー。あ、私、しかも11日です、私。私、11日です。明日からです。明日からログインするだけで、伊賀美子先生とのコラボのカードが、ログインするだけでもらえるみたいです。嬉しいよね。ログインするだけって嬉しいよね。大体こういうのってさ、あの、ランダムのやつに入ってるからさ、めっちゃ欲しいのにめっちゃカード使ってさ、全然出ないじゃん。大体ね、シークレットだったりするから、余計出ないじゃないですか。でも、ログインするだけじゃない。嬉しいね。1日は忘れずログインしなきゃね。絶対みんな9時と LINE ライブに夢中になりすぎて、七並べ開けなかったとか、ダメですよ。私も LINE ライブ何時までやるんだろう。そんな3時間もしないよね。何時までやるんだろう。もう多分ショールームすると思うので、私もみんなにメールでも言います。今日ログインして、ログインだけでもしてって。
何度や、確かに確かに、そしたらあれか、8時には終わってるかな、ね、か、完成、完成しまして、完成しまして、あいい感じ、いい感じ、いい、ふわふわ、最高、いいな。私たこ焼きパーティー毎日したいわ、毎日たこ焼きパーティーしたい。完成です。ちょっとお皿あまりきれいじゃなくてごめんなさい。いただきます。自分で作ると2倍ぐらい美味しい、 1.5 倍ぐらい、 1.3 倍。うん、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 猫舌じゃない、なんか猫舌じゃないです、猫舌じゃない、猫舌じゃないけど、よくやけどします、よく口の中ただれちゃう人、顎の上とかがよくただれます。あ、番組でそう、そう突っ込まれてた。ダメじゃんって。
うん、それはタワーですね。何してるの？カマが何してるの？かわいい。あ、でもコックさんの帽子かぶって。コーラさん、ありがとうございます。タワー。わっしょいわっしょい。ありがとうございます。かわいい。あ、なんか持ってる赤いやつを。かわいい。あ、こっちで見た方が早いんだよね。こっちで見よう。どれだっけな、バレンタイン、お知らせか、バレンタイン、これだな、あ、手作りチョコクマちゃん手作りチョコクマちゃん、あ、チョコ作ってるのか、かわいい。あ、この最初にもらったのはラブハートエフェクトっていうの、かわいい。たこ焼きってすっごい楽しいんだけど、たこ焼きパーティーの一番、なんでたこ焼きパーティーをじゃあ毎日しないかっていうと、後片付けが本当にめんどくさくって、たこ焼き器って大体のあのホットプレートにもなる、ホットプレートがたこ焼き器になるやつだったら外せるけど、大体こういうたこ焼き器ってあの外せないから拭くしかなくって、それがすっごくめんどくさいんだけど。おコーラさん、それもタワーですか？チョコマンドゥ、かわいい、ありがとうございます。へえ、コーラさんありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、ちょっとスカート気をつけて、ありがとうございます。チョコボンドしたくなってきちゃった。チョコボンドいいね。チョコボンド、チョコボンドしたいよね。チョコボンドしよっかな明日。チョコ、あ、かき氷にさチョコソースかけたらいいんじゃない？バレンタインっぽくないですか？ね、ねってもうはいしか言わせないねなんだけどね、今日のうちにいっぱい氷作っとかないとね、ねね、チョコソースって冷えたら固まるのかな。いや、チョコソースはね、あれ固まらないチョコで作ってると思う。チョコソースはあのチョコペンとかだったら固まっちゃうけど、チョコソースはね固まらないんですよ。なんかチョコ
こ以外のものがねたくさん入ってるから固まらないんだよ。チョコ味っていうだけ、チョコソースって。ゼラチンがあるな。私一時期ねグミを作るのにハマってて、小学校の時にかな、めっちゃハマってた。ジュースでグミを作るのにハマってました。あのグミとゼリーって紙一重で、ちょっとゼラチンの量を少なくして、あのジュースの量を多くしたらゼリーになって、あのギュッと濃いめに作るとあのグミになるです。まあ要するに歯ごたえが出るよっていう話なんだけど、ちゃんとカチッと固まって、それをねジュースで作ってた。今年のバレンタインは作りは特に作りません。メールで言ったけど、メールでうんたらうんたらメールうんたらうんたら一回言ってたけど、作らないです。だからすいません、私からもらおうと思ってた皆さんごめんなさい。私はもう、私は誰にもありません、すみません。まあスライスチーズでも食べましょう。いただきます。メール教えてくれたの大丈夫、本当に来年は作れるといいな。チョコのお菓子は何ですか？私は残然生チョコ、トリュフとか生チョコ断然。あ、チョコボール、マグロチョコ、あ、いい。あ、じゃあはい、アポロはいめっちゃ意見変えちゃう。あ、でも生チョコも好きだな。あ、ミルクキッス、私も私も あ、アーモンドかピーナッツ入り、そっか逆だな、私何も入ってないやつが好き、そのカリカリ系が。もちろん入ってるやつも好きなんだけど、あの生チョコとかをなんか口の中で溶かしたいんです。だからそう、なんかチョコを溶かしてなくならせたいから、その溶けないものが入ってるとうんってなっちゃう。もちろん美味しいんだけど、カリカリして。あ、チョコレート効果いいね。私も高校の時にすごい食べてます。これはチーズ、ちょっと軽く拭いとこう、あとでちゃんと濡らした布で。めんどくさー、めんどくさいなー、本当に本当に。私のためにプレゼント、軽く拭くっていうプレゼント。
何者かね、そうだからこれ もうさっきも言ったんだけど、もう本当にこのタイプが洗えないから、洗えたらまだ100歩譲っていいんですよ。洗えたら、洗えないのが一番めんどくさいね。でもすっごく美味しかった。でもそれよりもたこ焼きが食べたいが勝った時に、こうやってたこ焼きパーティーをします、一人で。でも一人じゃない、皆さんが見てくれたので、私は一人じゃなくなりました。ありがとうございます、お付き合いいただきありがとうございます。あ、ホワイトチョコレートも好きだよ。私もホワイトチョコレートも好き好き。チョコレート、私抹茶も好きだから、嫌いなチョコレートの味ってないかも基本。あ、マシュマロ入ってるとかだったら無理だけど、うん、エビ味の味、あのチョコレートとかってないじゃないですか。ああれだ、バナナ味の、バナナ味のチョコレートは無理だわ。もうもったいないってなっちゃう。なんでチョコレートって美味しいのにバナナ味にしちゃったのってなっちゃう。そうね、チョコレート、うん、テレビでちょうどやってるチョコレート、チョコレート、チョコレートが食べたくなってきちゃった。あ、あ、ある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 、チョコなんだ、つぶれチョコ。ちょっとしかない。私の大好きなスプレーチョコです。これはあの私がつまむ用のやつ。もうね、いっぱい入ってたのに、まずこんだけしかない。かけたら美味しそう。そうそう、なんかバニラアイスとか買ってきてセルフでつけてます。うんうん、色が可愛いね、色が可愛いよね。なんか私掃除機みたいだな、めっちゃ吸ってる。めっちゃ吸ってる。面白いな、私の食べ方。でも強いよね、これ食べるとき。ごちそうさまでした。美味しかった。
うん、なんか最後の日曜ですね、本当にこの風景。ゆっくり入って寝ます。本当にね、明日雪降るみたいで、関東の皆さんもうね、雪国の皆さんも別に明日とかじゃなくて、もう常に雪とかだと思うけど、関東の皆さんね、あんまり雪降る積もらないからね、気をつけてください。滑ったりとかしないように、滑らない靴で行ってくださいね。スタッドレスがあればスタッドレスで。うん、すでに寒いよ。タコパしなよ、タコパタコパしなよ、あったかいよ。あ、でもただいまです。充電が 20% になって1回切れちゃいました。ごめんなさい、びっくりしちゃったね。ごめんなさい。そうそう、割りましょうかね。たこ焼きも食べましたし本当に早く寝てください。今日は早く終わりますので、ちょっと、ね、私 そっちでね見えないので、ちょっとねこっちで読ませてください。壇上をこっちのね配信でちょっと読ませてください。ちょっと待って、この段末から配信しない、累計ランキング、あ、累計ランキングじゃなくて、あ、すごい、もうみんな1000回も来てるの、累計ランキングすごいな。私1000回も配信してるんだ。へえ、なんか不思議だね。1000回の人もいれば1回目の人もいれば、不思議だ。ありがとう。13位、ヒロピーさん、ありがとうございます。12位、なんて読むんだろうなぁ。あ、チプランキューシさん、ありがとうございます。11位、8月小太郎さん、久しぶりにユミリンの子を見れてよかった。ありがとうございます。確かに、メールとかはあれだけど、動画載せてないもんね。ありがとうございます。10位、熊根パパさん、ありがとうございます。9位、おいでませ元気さん、ありがとうございます。8位広久鈴木さん、ありがとうございます。7位磯健さん、ありがとうございます。6位スランプくんさん、とけき一緒に食べたいな、お片付けも手伝うから、あ、本当に、じゃあもうお願いします、ありがとうございます。5位シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。4位ヒーローさん、ありがとうございます。3位ハルミンさん、滝の美子神推し、ありがとうございます。2位アキンドさん、ユミリン、マナミン、ありがとうございます。そして1位がコーラさん、とは3本ありがとうございます。3本あれかな、あ、え、ほんとだ、ほんとだ、え、いつくれたの、私気がつかなかった、ほんとだ、え、いつくれた、え、いつくれたの、ほんとだ、え、あ、私がちょうど
ったのか、くれた頃に。ちょうどそのタイミングだったんですか、もしかして。いや申し訳ない、よかった言ってくれてよかった。私気づかないで終わっちゃうところだった。でもちゃんとここにはあります、2つ。ありがとうございます、コラさん。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。すごい、3本、ありがとうございます。炭酸抜けますね、びっくりして抜けちゃいますよね。ありがとうございます、すごい。めっちゃ私たこ焼き食べてるだけなのに、めっちゃバレンタイン感がある配信ルームになってる。ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございました。2月9日、肉の日です。お肉の日、お肉の日にタコパでした。ありがとうございました。メールあと4つ送ります。あとはあれだな、ベッドタイムとかちょくちょく七並べもしてると思うので、出会った時はよろしくお願いします。ですかね。今日も暖かくして寝てください。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。それではおやすみなさい、バイバーイ。おやすみなさい、おやすみ。